麻雀最強戦2022男子プロ魂の一打エータク。結局は出してもらえた男、三浦智弘。いや、やっぱ疲れてる時はちょっと行きたいところがありまして、このねサウナによく来て、対局前とか疲れた時は呼ばれると思ってました。いや、まあ、まあぶっちゃけ去年の負けで多分無理だろうなと思ってました。中林さんに対して最後のウーピン押せなかったやつはちょっと悔しかったです。いや、でもあの時の僕はあのウーピンは押さない方がトップ率高いとそう思ってたから、その僕の実力で押せなかったっていうだけなんで。初短期のチート率だったんですけど、多分初が中林さんの現物だったり、なんかもう一つ条件があったら押せたと押せてただけにちょっと悔しい結果になったんです。僕の中では整理ついてるというか。どんな感じで思います、このメンバー。いや、本当めちゃくちゃ強い3人だと思うので、いや本当胸を借りるじゃないですけど、あ、まあ、でも自分の麻雀打ち切って、もう自分の麻雀が通用すると信じて、いつも通り一生懸命打つだけです。魂の石田っていうタイトル入ってますけど、はい、どうですか。いや、でも僕本当に冗談じゃなくて麻雀に命かけて麻雀打ってるつもりなんで、魂はいつでも乗ってるつもりです。足を折りながら戦った男、堀慎吾。そうですね、今日リーグ戦の、4節でした。どうでした。今日はまあちょっとプラスですかね。足はね、あの最強戦の入場ってすごいゆっくりじゃないですか。あの感じならごまかせるんじゃないかと。仮に今の状態でも感知してなくても入場シーンくらいはなんとかなるかなっていう感じです。まあ、2年目でね、最大の目標であるね、チームの優勝っていうのがね、目標を果たせたんで、それはもう一番嬉しいというか満足してますね。レアなメンツというか、すごい楽しみにしてますね。大井さんと当たるんですね。楽しみですね。はい、大井さんやっぱりすごい強いんでね、いつも一緒に打つの楽しみに M リーグでもしてるんで、はい、最強戦で当たったことは今までないんじゃないかな。内川さんともね、やっぱり最強戦で当たれるのとかないですし、内川さんもね爆発力ありますから本当に、はい、最初2着まで通過っすよね。内川さん得意そうだな、そういうの、はい、僕より得意そうなイメージあります。それコツコツみたいなの内川さん得意なんで、僕はねいつもトップばっかり目指してる感じなんで、はい、そうですね、まあ、最強戦はね、まあ、M リーグで優勝した今、まあ、取ってないタイトルの中で一番取りたいタイトルなんで、はいはい、気合い入れて勝ちに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。優勝チームのプリンス内川幸太郎、ここをどこか教えてください。はい、こちらはですね、ワンゲームさんという、カルチャースクールでして、僕がですね今月に 5,6 回麻雀教室をやっている、場所になります。こちらの本がもうそのまま教材になってまして、初心者本入門書になります。大きい舞台で、しかも生放送の舞台でまずチームメイトの堀さんと一緒に戦えるっていうのが、初めてだと思いますので楽しみに思ってます。今回ですね、あの後輩に当たるんですけど三浦くん、今もう上り調子で少し下の世代にはなるんですけれども、もう筆頭の選手だと思っているので、本当に今回は強敵揃いだなというふうに思ってます。選手はしっかり揃っておりますので、僕の予想はですね、結構バチバチになるんじゃないかなっていうふうに思っております。タイプ的には様子を見る選手が多いんですけど、それだけにみんなもそういう展開になるだろうなっていう予想を多分してると思うんですよね。僕はちょっと裏を書いて先陣を切って攻めたいなっていうふうに思ってますので、バチバチのやり合いをぜひお楽しみください。全最強大井高春。はい、いつもタカチャンネルを生配信しているスタジオです。一番強いブロックじゃないですか、あの
1年間でって僕は思ってますよ、正直。大井と堀江どっちが強いんだみたいな、うん、言われる言われる。堀さんは相当強いと思うよ。それこそトップ10には絶対入ってるし、堀慎吾はね。ただ対戦相手が僕と堀さんが1対1でやるわけじゃないから、他に2人いるじゃない。この時にこの2人が誰かによってどっちに有利とかもあるわけじゃない。麻雀のゲーム理解度をどれだけ上げるか、そして自分をどれだけ知ってるかっていうのも結構麻雀大事で、麻雀シンプルに麻雀の技術だけだったら抜かれちゃってるかもしれないけど、いろんな人読みだったり他2人の研究だったり、うん、最強戦というものに対しての研究だったり、まあ、その辺のことがちょっと勝ち越す自信はあるけど、うん、待ってるよね。絶対待ってる、それは分かってる。だから勝たなきゃいけない試合だなとも思ってる。うん、出したら100万人以上に見られてるところで、あのどれぐらい相手がそのどういうメンタルでいるかとかも含めた、心理戦も入ってると思うので、例えばもう1万点になっちゃってる人、あるいは5万点を超えている人、その人たちの心理を利用して2位に入ったり1位を狙ったりっていう、その凝縮された戦いを見せなきゃいけない場所だと思ってて、まあ、それには自分が今まで20年以上やってきた経験則というものが生きてくると思うので、はい、運に左右されない強さを見せたいと思います。